姉様ほんとよくここ来るわね。なんか来ちゃうのよね。もうここである程度装備集めたのですね。ショットガンがあればなんとかなるわ。飛んでいる敵を撃つよ姉様。敵はハンティングライフルを撃っています。この距離のハンティングライフル難しいわよね。あっさり倒したわ。しかしすぐに別の敵です。バナナだわ。バナナが見えた。あれフライ殺されたいの。あれって確かバトルパスのやつですよね。確かそうだったはずよ。これはある意味ホラーよ。よし、バナナのシールドが剥がれたわ。あと一発です。バナナもあっさり死亡。あ、フランが死んじゃったわ。何か言った？お嬢様、また別の敵です。まったく、多すぎるわよ。お、当ててきたわね。私はインファントリーライフルで狙うわ。え、リロードしてなかった。一発撃ってすぐにリロードに入ります。今度はグレネードが飛んできたわ。グレネードランチャーね。いい爆発だわ。お嬢様が最近全く使わないグレネードランチャーですね。あれかなり使いにくくない？使いにくくない？お嬢様の問いに対してすぐに異を唱える妹様。ポンポンしてるだけで敵が死んでいくのよ。死んでいかないわよ。スコープ付きアサルトライフル、久しぶりに見ました。私もかなり久しぶりに使うから全然当たらないわ。スコープ付きアサルトライフル。どうでもいいわね。ほんと、爆発物以外興味示さないわね。お嬢様、別の場所からも撃たれています。一発これで分からせるしかないわね。ハンティングライフルですか。え、これ弾入ってないじゃないのよ。プ、何やってるの。こうなったらスコープ付きアサルトライフルで。気をつけてください。スコープ付きアサルトライフルの弾ももうほとんどありません。これだけあれば十分よ。ちょっと、ちゃんと避けなさいよ。なんでそんなに怒ってるのよ。あれはさっきの敵ですね。シールドは剥がれたけど。プ、ここで弾切れか。アサルトライフルがあるのでアサルトライフルで狙えばいいのでは。いや、もう面倒だからショットガンで一発ズドンとやってくるわ。これ返り討ちにされるパターンね。だからそんなパターンはないって言ってるでしょ。どんどん距離を詰めていきます。おっと、また別の場所から攻撃が。まあそれでも先に倒すのはこの敵だけど。ダイナマイト投げてきてるわ。そんなもので私は倒せないわよ。がっつり爆発ダメージ受けてしまっていますが。よ、予想以上にダイナマイトとの距離が近かったわ。そしてまた新しい敵。一体何人来るのよ。今のショットガンは、誤射よ。今のでショットガンの弾もなくなっちゃったけど。ミニガンで敵の体穴だらけにしてやるわ。この距離、大丈夫でしょうか。どうやら大丈夫みたいよ。直前の戦いでしたね。残念、もう近くに敵はいないみたい。ふ、やっと終わったわね。そしてあの後安定した死を迎えたお姉様。安定したとか言うんじゃないわよ。今はどこに向かっているのですかお嬢様。ザ・ブロックよ。そういえば場所が変わったんだっけ。そうなのよ。今までは右側にあったのに急に左側に移動したのよ。まあマップ右側は今回の変更ポイントですからね。それにしても今回のザ・ブロックもなかなかすごいわ。かなり大きな城のようね。こういうのって作るのにどれくらいかかるのでしょうか。さあ、それは作るプレイヤーそれぞれじゃないかしらね。お姉様だったら1年かかっても無理そうだわ。あ、金のポンプショットガンゲット。いきなりいいアイテム入手できましたね。え、何この戦い。いい落ちっぷりだったわ。まさか、こういうトラップ。絶対違うわ。今なんで妹画面を開いていたのですか。いや、びっくりして押しちゃったわ。これだからお姉様は。まあこれくらいのダメージなんともないわ。近くに宝箱の音がしますね。この木箱の裏か。さて、中身はと。あ、回復系が出ちゃったか。何よ、別にいいじゃない。よくないわよ。敵の気配はしないけど、一応もう飲んでおこうかしらね。お嬢様シールドポーションを飲みます。絶対ミニシールドポーション見つけてから飲んだ方がいいと思うわ。私思ったんだけど、今ってミニシールドポーションより、シールドポーション持った方がいいのかしら。どうしたのですか急に。いやー、最近敵を倒すと体力回復するようになったじゃない。なったわね。その影響で結構ミニシールドポーション飲めないシールド量になることが多いのよ。シールド50以上ってことですね。そうそう、だからミニシールドポーションより、シールドポーションを持った方がいいのかなって。むしろ回復持たないっていうのはどう？論外ね、話にならないわ。じゃあ包帯だけとか。そういう話をしてるわけじゃないのよ私は。まったく、不安には呆れるわね。腹立つ顔だわ。また近くで宝箱の音が。こっちね。って、な、何よあの宝箱。いつもの宝箱と違うわ。なんだかいつもの10倍くらい価値がありそうですね。っていうかただの置物じゃない。でも音は宝箱のあの音よ。開けられるのか気になりますね。宝箱に近づいてみるわ。この輝き、間違いない。アイテムが入ってる宝箱だわ。開けるの表示も出てるわね。近くで見るとさらにいつもの宝箱とは違う感じだわ。ねえねえ、早く開けてみてよ姉様。そうせかすんじゃないわよ。それじゃあ開けてみるわ。なんか今すごいものが出たわよ。あれ、ロケットランチャーって宝箱から出ないんじゃ。どうやらこれは本当に普通の宝箱とは違うみたいですね。ミニシールドポーションとシールドポーションが両方出たわ。それに通常ではありえない宝箱からのロケットランチャー。これは宝箱を超えた宝箱ね。何意味のわからないこと言ってるのよ。まさかロケットランチャーが出てくるとは。この宝箱、ここにしかないのかしら。どうなのでしょう。何せここが初めて見た場所ですから。これが財宝ってやつ。なんか言ってたわね。でも違う気もするわ。しかし、通常の宝箱と違うのは一目瞭然です。宝箱を超えた宝箱、開けたいならここに来ることね。そもそも毎回ここにあるのかしら。それは知らない。適当ね。適当よ。もしかして確定でレジェンドの武器が出るのでしょうか。その可能性は高そうだわ。私はロケットランチャーが出たことに感動してるわ。ふう、ここに乗ってみたけど、特にやることないわね。しかもここアンチから相当外れていますよ。この宝箱を壊してアンチに向かうとするわ。壊れるときはあっさり壊れるわね。それじゃあアンチに行こう。お嬢様ルートで行くまで来ました。結構長い道のりだったわ。あ、撃たれた。誰よ、今のはヘビースナイパーライフルの音でしたね。私のことをヘビースナイパーライフルで狙ってくるとは、いい度胸ね。お姉様、こんなところからじゃ敵の姿見えないわよ。見えなくていいのよ、撃ってきた場所の見当は大体ついてるわ。今は身を隠す作業をしているのですね。そうそう、きっと撃ってきた敵はまだ私狙ってるでしょうし。スコープでじーっと覗いてるのかしら。そ
そんな目しながら覗いてたら怖いわね。っていうかお姉様、まだインファントリーライフル持ってるの。アサルトライフルがどこにもないのよ。だから仕方なくインファントリーライフル持ってるの。前から聞きたかったのですが、お嬢様の中高軽弾を使う銃の優先度はどんな感じなのですか。1位がサーマル付きアサルトライフルね。あなたが勝手に答えるんじゃないわよ。しかも今言ったサーマル付きアサルトライフルは最下位よ。スコープ付きアサルトライフルも同じね。あんまり使ってるところを見ませんからね。次がインファントリーライフルかしら。出た時は結構褒めてたのにね。レアのインファントリーライフルとコモンのアサルトライフルだったら、お嬢様はどっちを取りますか。コモンのアサルトライフルね。即答だわ。じゃあアサルトライフル、サイレンサー付きアサルトライフル、ヘビーアサルトライフル、この3つのアサルトライフルで話をしましょう。その3つの中だったら圧倒的にヘビーアサルトライフルね。嘘でしょ。本当よ、青のヘビーアサルトライフルと金のアサルトライフルだったら、迷わず青のヘビーアサルトライフルを私は拾うわ。そんなにお嬢様の中で評価高いのですか。なんだか使ってるうちに、ヘビーアサルトライフルが一番使いやすくなったのよね。でもお姉様のヘビーアサルトライフル当たってるイメージないんだけど。それはあなたのイメージがダメなのよ。金アサルトライフルより青のヘビーアサルトライフルは意外でした。ま、ただ私が使いやすいってだけね。じゃあ金のアサルトライフルと、金のサイレンサー付きアサルトライフルは。そこら辺は正直どうでもいいのよね。だから、気分次第ってところかしら。お姉様適当すぎるわ。最近お嬢様がサイレンサー付きアサルトライフル使ってるの見ませんね。そもそも最近落ちてるのを見ないわ。ドロップ率とか下げられたりしてるのかしら。どうなのかしらね。私がただ単に見てないだけかもしれないし。中高軽弾って言えばスコープ付きリボルバーもそうよね。あれは本当に使ってないわ。お嬢様一回でも使いましたっけ。思い出せない。さっきは先のこと撃った人がようやくこっちに来たわね。結構外すお姉様。サブの診断の打ち合いです。もう少しでこの距離ロケットランチャー撃つところだったわ。そうなれば一番面白かったのに。あ、この鉄ヘビーアサルトライフル持っていますよ。これはいいものゲット。当たらない武器はいいものなのかしら。何か言ったフラン。別に、何も言ってないわ。聞こえるわ、誰かがグライダーに乗ってる音が。確かに聞こえますね。だけど結構遠そうよ。見つけたらとりあえず撃ってみるわ。考え方が野蛮だわ。お嬢様すぐにヘビーアサルトライフルを撃っていきます。ちょうどシールドが60削れたわね。2発も当たったわ。敵はグライダーから降りたみたいですが、これは撃つしかないわね。お姉様ジャンプパッドで飛んだ。そこの建築が敵のいる場所です。飛んでる私に気づいたかしら。建築してるから気づいたんじゃない。ですがなんだか動きがぎこちないように見えます。上は簡単に取れそうね。もう取れたわね。ここから下の敵がどうするかですが。おっと、どこに行こうっていうのよ。出てきたわよ。ロックバンで115のダメージ。もう一発よ。2発しっかり当てて倒したわね。多少ダメージをもらいましたが、倒した時の回復で全て回復しました。アイテムが下に落ちちゃったわ。特に拾うアイテムもないんじゃない。ロケット弾とかは回収しておかないと。あとトラップもですね。前トラップ設置が楽になったとか言ってたけど、結局全然使わないじゃない。まだその時じゃないのよ。うわ、びっくりした。目の前で敵が構えていましたね。ちょっと、びっくりしたじゃない。最後は敵が飛ぼうとしたところを撃ち落としたわ。ということは、お嬢様のお気に入りのアイテムが。何よ、お姉様のお気に入りのアイテムって。あれ、知らないのですか妹様。知らないわよ。私の最近のお気に入りのアイテム、それは。それは。グライダーよ。前まで全然使ってなかったじゃない。最近使うようになったのよ。建築が破壊されても落下しませんし、嵐に追われていても飛んでいけるので、結構使えますよね。でも前は飛んでる時に撃たれるのが嫌とか言ってなかったっけ。それが、最近使ってみたらそんなに撃たれなくて、あ、これ結構いいかもって感じなのよ。なるほど。あと、敵を追いかける時にも結構使えるわ。お嬢様の前に敵が、一発で死んじゃったわ。体力が少なかったのね。あれ、なんかおかしくありませんか。確かに、なんかものすごく違和感が。気づいたようね。音がないのよ、音が。音がないってどういうことよ。気がついたらいつの間にか音が奪われてた。ってことで、これからフォートナイトの音実況を始めます。音がないってかなり違和感ですね。なんだろう、やっぱり音って大事なのね。お嬢様、音がなくなった原因とかわかるのですか。さっぱりよ、原因不明、理解不能。もしかして今回最後までこれ。多分ね、途中で治るとは思えないわ。音楽でも流しましょうか。ダメよ、この無音の中でやるからこそ価値がある。はぁ、そうですか。特に価値なんてないと思うけど。ゲーム音の重要性に震えて眠りなさい。お姉様が震えてるわよ。それで、今はどういう状況なのでしょうか。多分上で二人が戦ってるわね。もう残りの敵二人じゃない。あ、そのうち一人がトラップで死んだみたいです。ってことはこれで敵との一騎打ち。あそこにトラップがあるので気をつけてください。敵も中にいるわね。ヘビーアサルトライフルが一発当たりました。さて、このまま上から撃っていれば倒せるかしら。多分無理よ、敵が登ってきてるわ。あっという間にお嬢様と同じ高さです。わずかにお姉様が上ね。そう簡単には譲らないわ。出た、謎ショットガン。だけど音がない分微妙ね。そこは微妙のままでいいわ。お嬢様、敵がジャンプパッドを使って飛びました。くっ、逃げたわね。飛んでる敵を狙うお姉様、だけど当たらない。あんな風に動かれたら当たらないわよ。昨日後ろに行きましたね。おわよ。だけどその前にリロードしてと。なぜかここでグライダーを展開するお姉様。単純な操作ミス。高く飛び上がりました。あの木の上にでも着地しようかしらね。そこアンチがいいよ。大丈夫大丈夫。お嬢様が降りようとしていた木が破壊されました。ちょっと、何やってくれてるのよ。これはなかなかピンチね。降りた場所は敵の隣。建築バトルが始まったわ。だけど、これも音がなくなると勢いが感じられないわね。果たしてどちらが勝つでしょうか。勝つのは、私よ。編集して撃ったけど、これは防がれたわね。待ちなさいよ。建築を作る敵と破壊するお嬢様。あれ、どこに行った。後ろです。しまった。痛い一発もらったわね。ご了承よ。ヘビーアサルトライフルで突っ込みました。ブーイリー。
音がないから買ったのも微妙な感じね。本当に買ったのでしょうか。低音ドンドンが、なら、ない。低音ドンドンが鳴らないのはいつものことでしょ。ふ、やっぱり、音って大事ね。一切の盛り上がりを感じられなかったわね。これからも無音実況しますか。これは多分二度とやらないと思うわ。なんか、虚しいわね。次回からはちゃんとしてよね。別に今回だってちゃんとしてなかったわけじゃないのだけど。言い訳はいいわ。わかったわよ。それじゃあ今回はこれで終わり。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。